中央区立日本橋小学校は東京都中央区日本橋人形町一丁目にある公立小学校。2020年5月1日時点で14学級391名在籍。校歌は筒じの学校日本橋、中央区に16ある区立小学校の一つ。当地に所在した中央区立東佳小学校と小伝馬町に所在した中央区立十0え。 小学校が並行の上、統合されて、新設の日本橋小学校として、1990年に開校した。統合は、児童数の減少に伴う区立学校の適正配置に関する計画の実施であり、統合者年度の新入生は24名であったが、その後、学区内の都心回帰、住宅開発の流れから、児童数は増加に転じている。中央区内に十一ある、 選挙の投票所の一つとして用いられている。本校の校舎は地上9階、地下2階の建物の一部であり、小学校としては地下1階から地上5階までを使用している。同じ建物には日本橋図書館、日本橋社会教育会館が複合して同居しており、地下1階の日本橋小学校温水プールは一般にも公開されている。また、同建物内に 中央区立日本橋幼稚園があり、地下には区営人形町駐車場が所在する。玄関の上、3階部分に所在する体育館や一部校舎屋上にある屋外活動スペース、地下に所在するプールやトラックのコースの丸みに沿って設けられた倉庫建物と、その上にある幼稚園プール、遊戯施設など、都心部の限られたスペースを活用した校舎となっている。 本校の敷地は、江戸時代末期には、姫路藩堺市の藩邸があり、明治諸島には、西郷隆盛の屋敷があった場所である。明治34年から、本校の開校まで、本校の前身の一つ、東華小学校の敷地となる、もう一つの前身校である銃を萌え、小学校の跡地は、現在は銃を萌えスクエアとして活用されている。平成25年2月にまとめられた。 調査報告書により、児童数の将来推計に基づき、日本橋地区では、近隣の中央区立有馬小学校、中央区立九小小学校とともに、児童の目立つ増加が見込まれるものとして、普通教室の増加のための改築がなされることとなった。もともと校庭としてのスペースが限られていた本校は、別棟の建物の増築等による対応ができず、複合建物として、 これまでの校舎としての使用フロアに接続し、それまで日本橋図書館の一部として用いられていた5階部分について小学校校舎として用いるための改築がされ、教室を増加させた。5階6階に所在した図書館が6階7階に移転し、7階から9階にあった社会教育会館は8.9階と地下2階に所在することとなった。小学校の児童数と、 教員数通学区域は、日本橋本町3丁目、4丁目、日本橋小伝馬町、日本橋大伝馬町、日本橋堀戸町1丁目、2丁目、日本橋小舟町、日本橋富沢町、日本橋人形町1丁目、2丁目、3丁目、日本橋小網町、日本橋柿柄町1丁目、日本橋人形町2丁目15から20番及び32から36番は、 有馬小学校と、日本橋堀止町2丁目1番2番8から10番、日本橋富沢町、日本橋人形町2丁目21から31番37番、日本橋枠野町1丁目、2丁目は、九州小学校とのそれぞれ調整区域として、いずれの学校への進学も可能となっている。九十をもえ、小学校九等科小学校日本橋小学校、投票所及び、 投票区域一覧中央区1874年12月、東京府知見課が作成した東京市街地の地籍図である古建地図のうち、第一大区に関するものに、柿柄町一丁目一番として、西郷隆盛の名が記されている。中央区教育委員会、教育環境の整備に関する基礎調査報告書、平成25年2月東京都教育委員会。 令和元年度公立学校統計調査報告書統計表2019年10月24日2019年11月12日閲覧東京市日本橋区役所新州日本橋区市下館1937年375ページ東京市日本橋区役所日本橋区一覧第2回1919年44ページ 中央区立図書館復興小学校案内、日本橋区編集おもえ尋常小学校東京市、日本橋区役所、新州日本橋区市、下館、1937年、377ページ、東京市日本橋区役所、日本橋区一覧第2回、1919年、44ページ、諸山町、広報諸山平成25年8月1日号、 中央区教育委員会、西郷隆盛屋敷跡の石踏み。日本橋小学校の敷地は、江戸時代は、姫路藩坂家の下屋敷であり、明治に入って、西郷隆盛の屋敷となった。明治四年に上京資産儀に就任、明治六年に、生漢論に敗れて、鹿児島に帰るまで、約二年間帰居した。二千六百坪の屋敷に、所生を十五人を住まわせ、下男を七人雇い、 了見数等を買っていた。ありがとうございます。